それじゃあ、マクデインの測り方と、プラスとかマイナスって目で見えないですよね。だからどういう装置を使って神経細胞の内側が、ね、マイナスとか外側がプラスとかっていうのを分かるかっていうと、オシロスコープっていう装置を使います。オシロスコープ、ね、オシロスコープっていう装置で電極が2つついてて、これはプラスとマイナスを、プラスマイナスを調べる装置なんですね。で、オシロスコープには電極が2つあって、基準となる電極、この基準に比べてプラスかマイナスかをこの測定に使う電極でこう調べるとね、だから基準に比べて、基準に比べてプラスかマイナスかを調べてる、調べる。でそんな、機器です、ね、今はね、基準を外にで内側を測定してるけど、この基準の位置はね、問題によって変わるから、よく注意しなきゃいけませんよ。今は基準の電極を細胞の外に、で実際測定する電極を細胞の中にこれブツって突っ込んでね、ブツって軸索の中に突っ込んでるから、今は外に比べて内がプラスかマイナスかを測定してるんですよ。そうするとこのオシロスコープには、ここにはこうどんなグラフが映し出されるかっていうと、こんなグラフで、縦軸横軸で、横軸がミリ秒、ミリ秒っていうのは1000分の1秒ね、超短い時間って意味ね。横軸は超短い時間で、縦軸はミリボルト、これは電位だね、プラスかマイナスかってことだよ、ね、1000分の1ボルトのことでプラスかマイナスかってことね。0の下がマイナス、0の上がプラスだよ。で、はじめはさ、ソープ前、外側プラス内側マイナスだ、外側プラス内側マイナスだから、はじめはね、だいたいマイナス70ぐらいをグラフは映し出してます。そうだよね、外に比べて内側はプラスに比べてマイナスはね、マイナスね、外に比べて内側がプラスかマイナスかを測定してるんだから、ね、外に比べたら内側はマイナスだよね。だいたいね、上下するけどマイナス70ミリボルトぐらいの値を出してます。そして刺激を加えると、刺激を加えると興奮が起こって、この興奮が伝導していくんだよ ね。伝導していくと逆転が起きますよ。プラスマイナスの逆転が起きますよ。外側に比べて内側がプラスになってきますよ。そして、ね、興奮が、ね、伝わってきて、ね、伝わってプラスマイナス逆転、ね、逆転したらまたすぐ行っちゃうよ。またすぐ行っちゃう。興奮がまたすぐ行っちゃって、こんなグラフが描かれることになります。この初めの状態の内側と外側の電位差、それを静止電位といって、興奮が伝わってきて、電動で興奮が伝わってきてプラスマイナスが逆転した時のこの変化、この電位の変化、この変化を活動電位って言います。活動電位って言うんですよ。でまた元に戻ってるのね。でね、このね、今ではね、静止電位がなんでマイナスの内側マイナス、これ別にね、自然と内側がマイナスになってるんじゃなくて、僕らわざわざエネルギー使って内側をマイナスにしてるんですよ。でそんなことと、あと活動電位がなんでこの逆転するかも結構詳しく分かってるんで、このすぐ見ていきましょう。